いよいよ大詰めを迎えましたグランプリレース有馬記念。白い奇跡が再び起こるか、帰ってきた帝王が底力を見せるのか、いよいよスタートです。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。ビッグモスキート先頭、2番ニトロニクスが上がってまいりました。外を通ってペインキラー、アマゴワクチン、4番ブロッケイド、ドラゴが並んでいます。5番アンカルギア、緑巻き馬王、その外からは11番パラサイト、ちょっと離れて10番アーモンドアイであります。その内からは6番カスケード、コバナンバーワンの将軍がこの戦いを平定するか、2カッターと5頭騎手。もう一度先頭から行きますと、パワー自慢の爆弾小僧ニトロニクスであります。その後ろでやりましょうか、8番ペインキラー、そして3番手に1番ビッグモスキート、3番アマゴワクチン、そしてその後ろから4番ブロッケイド、その外12番ドラゴ、中華勝馬のアンカルギア。さあ機嫌よく行っているのかどうか。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。9番白い馬体緑巻き馬王であります。その外に11番パラサイト、注目のカスケードとハットリ、この辺りで動いてきました。さあレースが動きます。動いたカスケード、いい足で上がっていく。流れるようにレースが進んでおります。順位が入れ替わっておりまして、先頭はペインキラーであります。2番ニトロニクス、下がって2番手カスケード、ぐん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 上がってまいります。そしていったいったアマゴワクチン、鞍上は山中馬之助。どうした、カスケードは後退していく。おっと巻き場も後退していく。アーモンドアイ直線伸びてくるのかどうか。先頭山中とアマゴワクチン、カスケードが差を詰めてきた。このまま粘れるか。カスケード、中山は最後に坂がある。外を通ってアーモンドアイ、並ぶか並ぶか。アーモンドアイ捉えた、かわした。アーモンドアイニトロニクス懸命に追った。アーモンドアイ目の覚めるような直線一気、決め足がさえ渡ります。